こんにちは、黒田です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ナイトインチュニジアアートブレイキのドラムソロをコピーしてみたので、解説しながら最後通して演奏してみたいと思います。最初の一番上の、これもうオープニングでよく使われるんですけど、ダンダンダンダ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 ダン、これ全部右手でやってるんですね。ビデオで、見ましたけど、これ僕は感情を出すために、ダンバンバンパパンバン、片手で行くとやっぱりおたおたしちゃうんで両手で行きましたが、これ2回やってます。2回目はちょっとピアノにしてるので、そこら辺もやってみました。でこれ、これスネアはですね、これもちょっとスナッピーかかっちゃってますけど、スナッピーなしで、でうったつくたたんたん、うったつくた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 たん、ここまで言ってますが、これブレーキはシングルです。うったつくたたんたん、うったつくた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 たん、自分の手順でやりたかったので、左右右左右、ブレーキは右左右左右でやってます。でこの3番のとこは同じようなフレーズなんですが、うったつこれ、なんかでもハイハットタイミングがずれてくるんで、なんか 4.5 回、1回、どっちからだ、フロア、これで2回、1回、これで1回、で、2回、3、4、あれ、ここまでかな、うん、っていうところまでやってました。なので、まあ僕も適当に何回か、これ多分数決まってないです。なんとなく雰囲気でやってると思いますね。フォームじゃないので、こういうボキャブラリーを前から順番に好きなだけやってて、どんどん切り替わっていくって感じですね。で、4番のフレーズは、ここは、タンタンタンタタ。もうスネアになってますけど、フロアですね。これ、アクセントが全部、右手で、で、タタつく、タタつく。っていう風になってるんですが、まあ僕はシングルの方が好きなので、でやりました。で、5番になると、タンタンタン、タンツタンタン、タンタンタン、タンツタンタン。これも、タンタンタタつく、タツツタツタツっていう風にやってました。この書いてある手順通りね、ここの。で、ここがちょっとピアノになって、タタつく、タタつく、タツツタ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 タつく、タツツタツタツ、一回落として、で、ダラララララタン。パワーを貯めて、でここで満を持してあのラテンのパターンね。右手はタンタンタタンタ、ウタタンタタン、タンタンタタンタ、ウタタンタタンで、左手が僕はウッタンウッドとウッタンウッドとで撮ってたんですが、今回改めてビデオ見るとウッドとウッタタ、そういう風にやってました。めっちゃむずいとか思って。で、まあでも慣れちゃえばね、パターンなんで。で、シンコペーションをここ3回するんですよ。これ定番の。で、今後戻ってくるのが難しくて、ド、で、ウッド、ドーン、ド、ドーン、ド、ドーン、ド、ドーン。このタムの2つ目と、クラッシュと、で、まあ、それは全部合わせてるんですね。で、戻ってくるときが、ド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 、って、全部裏で戻ってきてました。何回もプンプン停止してね。やりやすいのは、この黒田式ってここに書いたやつね。同じフレーズなんで、ここ、上と全く一緒です。見失わないために書いただけなんで。で、ここの場合に、書いたんですけど、僕は、タタン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 、トトツツタタ、左左右右左左だとダブルになるでしょ。やりやすいかなと思って。これ埋めやすかったですね。これ僕がこうやってやってます。これ、で、下の段を3回やります。シンコペーション3回。これも決まってないですね。だから結構ライブバージョンによって何回もやってたりとか。で、次のボキャブラリーが。で、ここ僕もうめんどくさかったんで、うたたんたたんた、うたたんたたんた、うたたんたたんた、うたたんた。で、止めてしまう。これ2回やってますが、実際この、
あの参考欄に書いてあるビデオのやつではこれ上用のターンを3回ハイハットはこれ全部ユニゾンですね。ハイハットとバストラね。で、下の段に行くと。っていう風にやる。で、またラテン。あー、難しい。これだとめっちゃ難しいですね。というわけで、これまたやって。で、ここがですね、なんかよくわかんないんだけど、タンタロン。で、ここ、フロアって書いて、ここはスニアなんですね。僕、ドラム食べてフロアでやっちゃったんですが、なんか、ここで、イメージ的には、ダンダンダンって、なんか、これが、コールで、っていう風になって、で最後はもうここのフロアのリムショット叩いてラテンのパターンに行くとみんながタラ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 って入ってくるっていう形なんですね。なので、譜面で解析してみるとまあこんな感じではございますが、非常にこのパワフルで音色感がかっこいいのでだいぶ練習してみましたけど、これね、これをこのモチーフだけを取ってツインドラムで、アートブレイキシリーズってやってたんですけど、まあ、東京で今頑張ってる川村明くんと一緒にやってて、最後は鈴木ひろのりくんと一緒にやってましたね。今いろんな東京でもすごい2人とも活躍してますが、その2人がもう本当に若い時にですね、あの2人並べてでシンバル思いっきり叩いたら、こう、ドラム2台で、こう、結構入れ替わったりしてやって、なんかかなりこう、ショーアップしてめっちゃやってたんですけど、このチュニジアの時に、バーン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 ってやってたら、川村のオールド、20万のオールドが、パックマンみたいにパキン割れて、で、もう、川村がどんどん顔が、まあ、青ざめで沈んで、20万かけたのに、みたいなね。何回もこう、ね、お金返すって言ったら、あ、いいです、いいですって言われてですね、いつか100万ぐらいのシンバルを買ってやろうと思っておりますが、そんなことはいいですね。というわけで、こういうユニゾンでやると、なおかつ音が分厚くなるということで、で、結局なんかこう、合図が来たら次進む、合図が来たら次進む、このフレーズが来たらこれ、この次やってこれみたいなのを覚えておいて、みんなでせーのってやっていくみたいな感じね。ドラムサンダースーと久しぶりに聞いてみたけど、もう本当にまさにその感じ。このフレーズが来たらこれで、で、ドラムがしばらくこれでやっといて、次の合図が来たらこれ、みたいな感じですね。非常にどれもかっこいい。もうアートブレイキを、もうならではって感じのフレーズですけど、まあ覚えておくと、長いドラムソロには困らないのかなとは思います。ホームじゃないタイプのやつね。なんかで、やっぱ非常にうまいですね、組み立て方が。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。
チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。